さんこんにちは。渋沢栄一、渋沢平九郎の足跡をたどる。この番組では越生町周辺にゆかりのある渋沢平九郎を中心に渋沢栄一との関係やゆかりのある場所などをご紹介しています。毎回ご案内いただくのは越生町教育委員会の文化財担当でいらっしゃる石川久明さんです。今回もよろしくお願いいたします。さあ本日は飯能にあります飯能市立博物館にやってきましたが、なぜ今回は飯能市なんでしょうか？渋沢平九郎はこの飯能でこの一帯でありました飯能戦争という、旧幕府軍と新政府軍の戦いに敗れて、山の峠を越えて越生町に逃れてきたという経緯がございまして、このお隣の飯能市にあります飯能市立博物館にそうした飯能戦争の資料が展示されておりますし、こちら の館長さんはじめ、学院の皆さんが飯能戦争について長年研究されていろんな資料も世に出しているということで、飯能戦争の歴史を掴むにはここにお邪魔するのが一番いいのではないかということでご案内させていただきました。今回のキーワードでもあります飯能戦争、このエリアに関わりがあるということなんでしょうか？そうですね、後ほどご説明があると思いますけれども、あちらに見えます天覧山と今言っている山、その麓に能仁寺というお寺があるんですが、そちらに新武軍が本陣を構えてたということで、この辺がその戦いの中心になった地域ということです。はい、それではこの後この中にあります飯能市の博物館に実際に行って今日は詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではご紹介しましょう。飯能市立博物館館長の尾崎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ中をご案内いただけるということで本日はありがとうございます。改めてこちらの飯能市立博物館、こちらはどのようなものかご紹介をお願いします。はい、こちら飯能市立博物館と申しまして、平成30年4月1日にリニューアルオープンいたしました。それまでは飯能市郷土館と言っておりましたので、そちらの名前の方が親しみやすいという方もいらっしゃるかもしれません。現在は飯能市の歴史や文化を紹介するコーナーと、それからこの当館があります飯能河原展覧館周辺の自然のビジターセンター的な機能を併せ持った博物館として活動しているところでございます。はい、今回の企画としては渋沢栄一平九郎の足跡をたどって、今回越生町からこちら飯能市に私たちはやってきたんですが、ここではどのようなことが分かりますか？はい、渋沢栄一が直接関係するというよりはですね、渋沢栄一は実は飯能戦争という幕末の有名な戊辰戦争ですね、その一地域戦である飯能戦争にですね、栄一の養子である渋沢平九郎が参加していたということの関わりでですね、栄一とのつながりができているということになっています。はい、この飯能戦争、改めて歴史とその飯能市での出来事について詳しく教えてください。はい、まず飯能戦争というものは何でしょうか？はい、飯能戦争といいますのは明治維新になる時の内戦であります戊辰戦争の一局地戦ということになります。関東というか東京埼玉あたりで言いますと、今上野動物園あたりがあります上野の山で行われた、上野戦争というのが有名なんですけども、それが5月15日でした。慶応4年の5月15日で、その後にですね、そこに負けた、将棋隊の残党とかと合わせて、渋沢成一郎という渋沢栄一のいとこにあたる人、あるいは小高惇忠、これも栄一のいとこですけども、それと、栄一の養子である平九郎らが結成した新武軍という、旧幕府型の軍がありまして、それが飯能にやってきて、明治新政府型と戦ったと
というのが、まあ、飯能戦争ということになります。まさにちょうどドラマで私たちの馴染みの、ね、あるキャストの名前が出てきて、ね、ちょっと高まってきたんですけどもさあこちらでは当時の動きそして合わせて展示物も見られるということで、はい、一つ一つ紹介をお願いします。はい、新武軍がですね、飯能にやってきましたのは慶応4年の5月18日になります。はい、でそれから、まあ、飯能におりまして5月の23日の深夜ですね午前0時ぐらいに狭山市の笹井というところで戦争が始まりましてでそこは一旦終わるんですけれども、夜明け間近になりまして今度飯能での戦争が始まるということで、飯能戦争がまあ夜明け、まあ、午前4時から5時ぐらいになろうかと思いますがその頃に始まりましておよそ半日で、終わりまして、明治新政府の勝利ということで敗れた、新武軍など旧幕府方は、まあこの飯能のですね、奥武蔵の山々を逃げていくというような形に終わるわけですね。当時のその緊迫した様子が分かるようなエピソードが何かありますか？はい、そうですね、まあ、あの清一郎とかそれから惇忠、はい、それから、平九郎たちは、まあ、江戸幕府方ですから、まあ、あの新武軍という旗をですね、作りまして、それには水場葵が、まあ、皆さんね承知ご存知ですけど水場葵がまあ染め抜かれてまして、まあ、そういうものを持っていて、まあ、この近くにあります能仁寺というお寺がですね、まあ、この辺で大きいお寺なので、そこに本拠を置きまして戦っていたというところですね。で新政府方っていうのはあの逆にあの九州のですね、例えば佐土原って宮崎県であるとか、はい、大村長崎県ですね、それから福岡、久留米、それからあと岡山の5つの藩が飯能に攻めてきまして、うん、彼ら大砲を持っておりましてでその大砲をですね、まあ、本拠で本営である新武軍の本営である能仁寺に向かって撃つわけですね。でその大砲の弾がですね実は不発弾というのがいくつか見つかっておりまして、はい、それなどを今あの私どもの真後ろにあります展示室で展示しているところですね。すごい本当にあのドラマさながら の、その砲術というのもかのキーワードに入ってくるわけじゃないですか。です、ね、今までその刀だった文化から、うん、まさに近代になって駆け抜けていく、はいはい その流れをじゃ展示物で見ることもできます ね、はい、まあ、あと小銃の弾でライフルとかねライフルの弾とか、はい、ライフルだと今でも使っているような弾ですけども、はい、その頃から使われてたんですね。あの文の方も並んでますが、はい、こちらは、はい、これはですねあの新武軍が今のですね駒川の上流の村々に出した、まあ、回し踏み会場ですね、まあ、今でいうあの回覧みたいなもんです、まあ、あのよく自治会とかでねこう手紙が回ってきますよねああいったもので、うん、それであの駒川上流の村々の名主たちにですね飯能の町に来いとちょっと用事があるから来なさいという、うん、まあ、命令を出しているわけですね。でそれなんで呼んだかっていうのは実は理由書かれてないんですが、うん、はい、まあ、これまで飯能に来るまでにですねいろんなところで、その周辺のですね名主を集めているんですが大体軍資金集めなんですよ金出せっていう話なのでまあおそらくそういうふうにお金をですねまたあの集めようとしたんじゃないかと思うんですね。ただあの手紙を出したのが5月22日ということで、はい、戦争の前の日だったもんですから、うん、あの結局その、手紙あの回覧がですね上流の村に行く前にもう戦争終わっちゃってるので、うん、おそらくまあそれを見て飯能に来た人は、まあ、おそらくいないだろうなとうまく機能しなかったっていうことだと思うんですよね。新武軍の反抗をしているわけなんですがどれも大体同じような文面で押してある反抗が同じなんですよ、はい、で、会計型っていうところが大体出していることが多いんですあるいは目付け型っていうのが出してるんですが、うん、その、まあ、いわゆる責任者がですね太田が順中なんですよ実は。なので、まあ、これは想像なんですがあの書いてある文面であるとか、はい、それから押してある判子なんかはもしかしたら太田が関わってた可能性もあるかなと。はい、あくまで可能性ですけどね。いやでも もう一気に嬉しくて、そうなんですね、はい、はあ、もうこの壁一枚にその存在を感じられるだけでも高まる方も多いかと思います。さあじゃあ改めてこちら今回の展示渋沢栄一そして平九郎の足跡をたどるこちらの館内でもイベントを行っているということで、はい、改めてパネル展示などの告知もお願いします。はい、5月の23日までの予定でですね、
飯能と渋沢栄一というタイトルでパネル展をやっております。これは渋沢栄一はこれまで人生の中ですね5回ほど飯能に来てますので、はい、そのうち様子が分かる内容などをパネルにしてご紹介したものですので、ぜひご覧いただきまして、ドラマのですね、理解にお役立ていただければと思っております。パネル展が行われているということで、早速ご紹介いただきましょう。尾崎館長、こちらの開催期間が2月9日から5月23日ということですが、はいはい、この5月23日という日にちは何かかけてるんですか？はい、一応5月23日というのは飯能戦争が起きた日にあたっておりますので、はい、キリとしてはいいかなと思っております、はい、憎いなという感じがしますがこちらの渋沢栄一と飯能のパネル展どのようなものが見てわかるんでしょうか？はい、渋沢栄一と飯能との関わりを、できるだけ、具体的に分かりやすく説明をしたいというふうに考えております。ただし資料がね、はい、なかなか実物の資料がないのでパネルで情報の紹介という形になります。はい、早速中の方に行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、さあパネルが並んでいて少し現物の展示のものもありますね。はいはい、まず改めて1枚目、まずこちらは、はい、これは渋沢栄一、今大河ドラマで有名ですけども、なかなか実はよくわからないっていう人も多いもんですから、はい、栄一の生涯をですね簡単にご紹介したパネルを最初に作りました。はい、特に栄一の場合はたくさんのね500を超える会社を作った、会社の創設に関わったっていう点でも有名ですので、その辺のことも、後半の部分にですね、入れ、また合わせて平九郎の供養をですねどのように進めていったのかみたいなことも、入れた、簡単な年表を作っております。はい、続いて2枚目です。こちらは、はい、これはですね、飯能にやってきた渋沢栄一というタイトルになりますけれども、はい、飯能に5回来ているんですが、そのうちの3回目にですね、一橋の家臣になってすぐですが元治元年6月に飯能にやってまいります。飯能にやってきたというよりは飯能周辺の一橋の領地にやってきまして、そこで農民の中からですね兵隊を探すと、集めるという役割でですね渋沢成一郎と一緒に、来てまして、その時の、様子が分かる古文書の写真であるとか、あと明治32年に尾高惇寿と来た時の話なんかを書いてます。また下の方はですね、大正2年の10月に飯能に来た時に、講演をしているんですけれども、その時に近野五郎さんという人のお宅に泊まってます。この方は今の西武池袋線、当時は武蔵野鉄道って言ってましたが、その社長に間もなくあと一月後ぐらいに社長になる方のうちに泊まってるんですね。そこでの地域の人たちのやり取りなどを、ここでご説明をしています。さあ続いて3枚目となります。はいはい、こちらはこれはですね、飯能戦争に関わった渋沢栄一の、いとこたちの紹介をしております。で1枚目が渋沢成一郎という、新武軍の頭取ですね、はい、なった人であります。渋沢喜作とも言いますけれども、で、渋沢栄一とともに喜作が、一橋慶喜の家臣になって、成一郎と名前を変えるわけですけれども、その、家臣になって、上野戦争にですね、参加する上野戦争で中心に戦った将棋隊っていうのがあるわけですが、幕臣たちによって結成される隊ですけども、その将棋隊の頭取に一回なるんですよね。はい、その後こう内輪もめみたいのがありまして頭取をやめるんですけども、その話が前半と、で後半が成一郎ですね、喜作を栄一がどのように考えていたかっていうところで、渋沢成一郎という人は、飯能戦争というか戊辰戦争に負けた後に獄に入ってるわけですね、罪人として。はい、で、渋沢栄一がフランスから帰ってきた時に、ちょうど獄に出た後にですね、栄一のおかげで、つてをによって大蔵省に勤めるわけですが、はい、その辺のこう、後の人生もですね栄一と深く関わってるんですが、その辺のお話を、書いております。で、栄一はその、渋沢喜作が亡くなった時の葬儀の時の弔辞でですね、はい、ここにも書いてあるんです、一心分体というように、喜作のことを言っておりまして、
2つ上なんですけれども、本当にまあなんか相通ずるというかですね、幼い時からずっと一緒に育ってきた、まあ本当に非常に親しい人物というふうなことで、というふうに考えていたということが、この一心分体という言葉でわかると思います。そしてこちらの展示物の方には2つ、はいはい、そうですね、はい、見ていただきたいものがあります、はい、まず左側はですね、これが元治元年6月に、飯能の周辺にある一橋城に来た時に、栄一郎と誠一がこれから行くぞということで、村々にこう触れというか手紙を出すんですね。その写しになります。でこの右側にですね、まあ、ハンコみたいなのが上に、ね、押してありますけど、はい、その下に渋沢篤太夫って書いてあります。これが渋沢栄一になります。でこの反対側のページ側ですね、ちょっとに、はい、渋沢誠一郎も出てます。そしてちょっと豪々しいものがいますが、はい、こちらは、はい、これは先ほどもちょっとご紹介いたしましたが、飯能戦争で使われた紫金三宝の玉なんですけど、これは、まあ、これも形が残ってますから不発弾なんですが、見つかっている場所が違うんですね、はい、これはこの辺で見つかったわけではなくて、飯能の町から東の方に浪柳っていうところがありまして、はい、実は飯能戦争の時に筑前、黒田藩、今の福岡藩ですね、と久留米、筑後久留米藩が浪柳というところを通って、はい、中山というところを通って飯能に来てるんですが、その浪柳でですね、新武軍など旧幕府軍と戦っておりまして、うん、その時に使われた砲弾だと思われますが、これが畑の中で出てきたものなんですね。結局戦争の時使われて、うん、不発弾で地面に落ちてたものが、まあ畑の中にまあ埋まってしまったのが、まあ、最近掘り出された、最近といってもまあ戦後ですけれども、はい、掘り出されたものなので、まあ全体的に今錆だらけになっているわけですね。さあ続いてパネル戻りましょう、はい、こちらは、はい、これは尾高惇忠と平九郎の紹介になります。まあ、尾高惇忠と平九郎は兄弟でありまして、うん、惇忠が一番上で、栄一の奥さんになる千代さんという人がいるんですが、はい、この人がその間にいて、平九郎は一番下になるわけですが、まあ上半分で惇忠の紹介、下半分で平九郎の紹介ということで、まあ、惇忠は奇策とかから、栄一のですね、まあ、どっちかというと兄貴分で、まあ教養というかですね、まあ、勉強を教えたりとか、あるいは剣術を教えたりっていうのが、まあ、ドラマにも出てきますけど、まあ、そういった役割を果たした人ですし、まあ、平九郎は栄一よりも7歳年下で、千代の弟になりますので、まあ、いとこでもあり義理の弟でもあるわけですが、それをまあ養子に迎えているわけですね。でなんで養子に迎えたかというと、渋沢栄一が慶応3年の1月にフランスに行くことになった時に、まあ、当時海外に行くっていうのはまあ命がけですから、ある意味、まあ、それで命を落としてしまうと家が絶えてしまうので、まあ、それで養子をですね、まあ、見立て養子っていうらしいんですが、でそこで入ったのが、まあ、平九郎ということになりまして、まあ、フランスに行った栄一の留守をですね、まあ、幕臣として、まあ、一生懸命こう果たそうとしていたという様子が、まあ今まで残されている記録なんかから分かりますが、まあ、そういったことであるとか、あとは自刃した後のですね、栄一の、まあ、平九郎に対する供養とかですね、が思いを少し入れさせていただきました。さあそして次に行きましょう、はい、こちらは簡単なものですが、そうですね、はい、これは系図になりますね。まあ、ここに栄一がおりますけれども、栄一、まあのお父さんにあたる方が実は大高勝五郎、まあ、順次の、お母さんですね、お母さんであるとか、あと渋沢喜作のお父さんと、兄弟でありまして、まあ、そういったところはいとこ関係ということを、まあ、分かりやすく図示したものであります。で、まあ、東のうちっていうのは、東地っていうのはいわゆる渋沢本家って言われるうちで、まあ、とても大きなうちだったようですね。今はまあ現存してないんですけれども、はい、で栄一が出たんですが、中んちって言って、まあまあ、そういう家だったと、まあ、文系ってことになりますよね。でここに順番書いてありますけど、実は千代さんというのはこの長七郎と平九郎の間になります、はい、正確にはちょっと系図がうまく書けないので、千代さんだけ今こっちに出しておりますけども、それは誤解のないようにお願いいたします、はい、勉強になりました。さあそして真ん中に展示会のパネルの、こちら真ん中に大きなパネルがありますが、はい、等身大ですか。そうです、ほぼ等身大の、渋沢平九郎の、等身大パネルを今回作りました。174センチほどだというふうに言われているらしいですけれども、まあ、それに合わせてほぼ実物大ですね。
作成をいたしました。背が高くてイケメンですね。そうですね、もうなんといったって幕末のイケメンで今超人気らしいですから土方歳三とかね、はい、その辺と並んですごい人気みたいですので。このイケメンじゃもう当時からもイケメンねえ、どうだったんですか ね、そこまでちょっと残念ながら分かりませんけど、ね、今見たらもう今見てもイケメンですから。そうですよね。ぜひこちらでね等身大パネル横に並んでちょっと乙女心を満喫したいと思います、はい、そうですね。さあ続いてお隣行きましょう、はい、これが半野戦争の概要ですね、まあ、先ほどあの歴史展示の方でまあご説明してさせていただきましたけども、その概要がですね、まあ、ここでもまとめております。はい、今度は地図が出てきました、はい、でこれは半野戦争広域図ってなってますけども、5月23日に深夜にですね、当時扇町や現在の入間市の市街地からにいた政府軍がですね、半野を目指して進軍を開始するのが大体真夜中なんですが、まあ、そこから半野戦争が起きて、まあ、結果的に明治新政府軍が勝つわけですけども、負けた連中がですね、こう逃げていく様子なんかもですね、ここで、例えば平九郎が、茶屋に立ち寄ったという小振峠の説明をしたりとか、はい、清一郎とか尾高惇忠が、明治新政府方のですね、兵隊が、見張ってたというかところを、どうやって突破したどうやってじゃなくて突破した場所ですとかね、そういう、関係している場所なんかを、分かりやすく説明したものになっています。すごい、地元のエリアでこうやってまとめてもらえると、今後ちょっと通るとかチャンスがあるたびに思いを馳せられますね。そうですね、イメージしてもらえばね、と思いますね。さあ続いてお隣こちらが、はい、でこちらはですね、これから、ご紹介をいたします農人も含めて、はい、新武軍が、新武軍など旧幕府方が駐屯したお寺っていうのがですね、町中に5箇所ありまして、それを、地図とともに紹介しております、能仁寺さん、それから観音寺というのは当館の東隣、ほぼ東隣にあるお寺ですし、あと中山の智観寺さんは、古くて有名なお寺ですし、あと新能寺さん、高度寺さんという、5つのお寺があったわけですが、新能寺さんと玉光寺さんの写真がないんですけれども、はい、だけは実は燃えてないんですよね。でこれは実は駐屯してた兵隊が逃げちゃったっていうことで戦争にならなかったんですよね、はい、他の高等寺さんとか観音寺さん、能仁寺さん、智観寺さんにいた旧幕府方は戦ったので、新政府方の砲撃を受けて燃えたりとか、あるいは兵隊はいるようだったんだけども出てこなかったんで、その炙り出すために、火をつけられたとか、そういった形で燃えてしまったわけですね、お寺にとっては本当に甚大な被害があったわけですね。本当に火には勝てないですからね。そうですね。こちらのマップを見れば、半野戦争の後を訪ねるコースということで、またさらに聖地巡礼がどんどん増えてしまって、忙しい、はい、これ館内の展示室ですね、マップを配布用のやつを、配布しておりますので、ぜひそれをご覧になって、半野戦争のですね、関係箇所を回っていただければと思います。はい、ぜひ皆さん半野市立博物館を中心に能仁寺さんやこの近隣エリアも訪ねてみてください。半野市立博物館よりおよそ徒歩5分の今度は能仁寺にやってきました。こちら能仁寺さんはどんなお寺なんでしょうか。はい、後ろに本堂がありますけれども、本堂見てもとても大きなお寺だというのがお分かりかと思いますけど、この辺をですね、代表するお寺で、松寺も20近く江戸時代にはあったとても大きなお寺ですね。で、半野戦争ではやっぱりこの辺ではとても大きなお寺で、当然敷地も広うございますし、本堂も大きいので多くの兵隊を収容できるということから、新武軍のですね、本営として使われまして、当然のことながら頭取である渋沢誠一郎から、尾高惇忠とか渋沢平九郎といった幹部もですね、おそらくここにいたはずであります。そして天覧山の山なんかはそんなに大きく変わらないでしょうか、彼らももしかしたら天覧山を眺めたかもしれないですか。そうですね、天覧山はあと見張りの場所になりますんでねもしかしたら登ってですね、今新政府軍がどこにいるかとかね、そういうのも見てたかもしれないですよね。はい、天覧山自体も歩いて15分ほどで登れますからね、ぜひ合わせて思いを馳せてください。さあこちらの能仁寺さん、
栄一そして平九郎とどのようなゆかりがある場所になるかお伝えください。はい、まあ、先ほど言いましたけれども、栄一平九郎がですね直接の恩人に関わりがあったわけではなく、まあ、新武軍の、駐屯地として、まあ、ここが選ばれたと。新武軍の中心のですね、で平九郎が、ここでいたということでですね、栄一が、フランスから帰ってきて、喜作や、誠一郎や平九郎たちが飯能戦争に参加して負け、そして平九郎が亡くなったということを知ってですね、まあ、栄一はその平九郎の、まあ、行動をですね、聞いてですね、遺体を収容したりとかするわけですけれども、まあ、その中でやっぱり平九郎の関わりの地ということで、その後飯能に来た時にはですね、能仁寺さんに参詣しているというようなことをしております。はい、この能仁寺さんの中でぜひ見ておきたいおすすめポイントがあるということです。早速じゃあ歩いていきましょう。はい、進んでいきます。天気のいい日は気持ちいいですからね。全くね、今日はいい天気ですよね。撮影日和で本当に。こちらには大きな人看板がありますね。はい、はい、こちらは飯能戦争についての概要を記した看板になっています。はい、で下に英訳も、つけております。海外の方も嬉しいですね。そうですね、これは私どもの館で文書の方は考えさせていただいたものであります。わずか半日ほどでこの新政府型の勝利に終わった飯能戦争、はい、こちらでは横に碑もあります。こちらも合わせてご紹介お願いします。はいはい、こちらがですね、碑がですね、昭和12年の5月23日ですよ。まさに飯能戦争が、はい、起きた5月23日の日にですね、まあ、記念で建てられているということで、昭和12年ですから飯能戦争が起きて、約70年経った頃ですねに建てたものであります。でここにもですね、飯能戦争の関係者が実は関わっておりまして、はい、まあ、文字の内容はですね、飯能戦争の概要が書いてあります。でこれを見ますと、まあ、これ自体も結構面白くてですね、はい、当時の飯能戦争のについての研究の、まあ、なんていうかな、度合いというかね、が分かりまして、今の、まあ、研究がそれからも進んでますので、今の内容とちょっと違っておりますけれども、うん、まあ、当時としてはここまでしか分からなかったということで、これはこれで非常に歴史的な価値もあるものなんですけれども、うん、でちなみにですね、この文章を書いた人はですね、小高豊作というこという人で、それからあと大学といって上に文字が4文字書いてありますけれども、はい、これを書いたのがですね、渋沢敬三といって渋沢栄一の孫にあたる方ですね。まあ、そういった方々が関わって、まあ、もちろんそれは建てた人たちの中心は飯能の町の人たちなので、まあ、飯能の人の、ま、人の飯能の町の人たちが、渋沢の孫である敬三であるとか、小高の豊作であるとかっていうところに、まあ、お願いをするわけですけれども、まあ、そんな形で建てられたということで、まあ、時時代としてはね、ちょうど飯能戦争がですね、こう観光地、観光、まあ、今と同じですよ、その観光の、うんうん、まあ、なんていうんですかね、こうアイテムっていうんですかね、こうスポットとして、はい、こう出していこうっていう流れがですね、ちょうどこれちょっと前に始まるんですけれども、まあ、その流れの中にも位置づけられるものなのかなというふうにはちょっと思っておりますけれども。はい、本当に右には渋沢、左には小坂と、このちょっとまた高まってくる名前を脇に添えたこちらの文章も本当に読みやすい近代的な文字になってますので、そのまま読めますね。そうですね、はい、はい、天覧山のふもとにしてと書いてありますので、はい、ぜひじっくりと読んでみてください。今回はご一緒に飯能市立博物館館長の尾崎さんと一緒に巡りました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に PR メッセージをお願いします。はい、現在ドラマで盛り上がっております、この飯能ですけれども、特にこの飯能市立博物館周辺のですね、能仁寺さん、天覧山があるところ、それから最近は発行のテーマパークもできておりますので、まあ、歴史だけではなく、また観光にもですね、非常に注目されるスポットとなっておりますので、ぜひ皆さんこのエリアにですね、お越しいただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。